あなたと建築したい。神戸の皆様、はじめまして、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、私、東京大学、木比ゆりえと申します。私、東京芸術大学の都築京子と申します。2人で建築ユニット、Sキスというのをやっております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。突然ですが、ここで問題です。これ、なんだ。分かる方、会場にいらっしゃいますか。今お姉さん、大きな声で、大正解。神戸ということで、ポートタワーを乗せてきちゃいました。私たちは普段建築を学ぶ学生です。でも街を歩いたり、このようなイベントに出させていただくとき、頭の上に建築を載せています。このように今までもたくさんの頭上建築をしてきました。奇抜な格好をしていると目に入ってきてしまいますよね。え、あれ何？といった感じに。これが私たちの発信方法です。目立つものに目が行ってしまうのと同じように、普段気づかないものに対しても気づいてほしい、それが私たちの狙いです。建築ってなんだか専門的だったり難しいなと思う方も多いんじゃないでしょうか。今、人々と建築が離れてしまっています。固く難しそうな建築を広く柔らかい建築に変えたいのです。まずこれを見てください。これが何かわかる方いらっしゃいますでしょうか。少し引いて見てみましょう。気づいた方もあんまり思ったよりいない。思ったよりいない。もう少し引いてみましょう。バナナでした。このように身近なものも近すぎると気づかないことってよくあると思います。建築もそうなんです。建築って皆さんを包み込むくらい大きくて、一目で全貌を把握するのが難しいです。なので近すぎて気づかない状態と同じようになりがちなんです。では建築っていうものはどんなものがあるのか、例を見ていってみましょう。これは建築です。これも建築です。これも建築です。これも建築なんです。これも建築なんです。皆さんは今の5つの例を見てどう思われましたか？最後の2つを見て、あれ？これも建築なの？って思われた方も多いんじゃないでしょうか。でも最後の2つもれっきとした建築なんです。あなたの生まれた町も、あなたの住んでいる家も、お気に入りのカフェも、時たま行くピクニックも、毎日飲むコーヒーだって、すべてが場を作っています。その場を作っているものが私たちの考える広く柔らかい建築です。それではこれを知ったところでどんないいことがあるのでしょうか。いくつか例を挙げていきたいと思います。今日はテデックスユースアット神戸ということで、若いお客さんもたくさんいらっしゃるように見受けられます。なので気になるあの人に好きになってもらえるかもしれない建築の話をしたいと思います。想像してみてください。
気になるあの子と晩ご飯デートです。案内された横並びの席にはテーブルの右端にキャンドルが灯っています。あなたは右の席と左の席どちらを選びますか？正解は左の席です。人間の体は暗いところを見るときに瞳孔が開きます。他にも目の瞳孔が開くときがあります。それは好きな人を見るときです。右側の相手はあなたの方を見るときに暗い方を見ることになります。すると目の瞳孔が開きます。体は勘違いをしてあなたを見たときに瞳孔が開いていると認識します。するとあなたのことが好きなのかもと錯覚してしまうのです。このように建築を味方につけるとあなたの恋が叶う可能性がちょっと上がったりします。もちろん相手との相性や相手のことを思いやる気持ちが一番大切なのは変わりありません。そろそろ引っ越しのシーズンですよね。皆さん家を探されるときどういったところを気になさいますか？やっぱり間取りって気になりませんか？ここに自分の気に入った全く同じ間取りの部屋が2つあります。立地や値段で選ぶ方ももちろんいると思います。でもこの2つのお部屋実は天井の高さが違うんです。天井の高いお部屋は人が開放的になり想像力豊かになります。対して天井の低いお部屋は安心感があり集中をした作業に向いている環境になります。あなたが暮らすその暮らし方によって天井の高さというものを意識して部屋を選んでみてもいいかもしれません。このように建築は単なる箱と捉えるのではなく建築をそのいろいろな場を作るものそして人と人の関係を作るものというふうに認識をすると皆さんにとってたくさんのいいことがあります。でも人に建築が人の無意識に影響することってとっても多くバカにできません。でもこういったことを私たちがセミナーを開いてお話ししたとしても建築に興味のある人しか話を聞きに来てくれません。それでは意味がないんです。私たちは今ある固く難しい建築の概念を柔らかく広い概念に変えたいのです。そのためには皆さんに少しでも興味を持っていただく必要があります。なので私たちは自らが広告塔となり皆さんの注意を引きたいのです。建築の雑誌を開いてみたり出かける先をこだわってみたり自分の部屋を工夫してみたりそこまでいかなくてもほんのちょっと建築に目が行くだけでいいんです。そういう影響が生まれると私たちはとっても嬉しいです。私たちは建築の問題を私たちにしかできない方法で発信しています。皆さんは何を発信しますか？問題だなと思っていること、人に伝えたいなと思っていることはありませんか？それをどうやって発信しますか？ SNS もあります。
ブログもあります。ホームページも簡単に作れるようになってきました。今、世界中の若者たちは自分なりの方法で社会に対してメッセージを発信しています。今、世の中はオリジナルの発信方法を認め始めています。変な奴らだと敬遠されてしまうこともあるかもしれませんが、少なくなってきているんじゃないでしょうか。今、時代は個性を受け入れるフェーズに来ています。私たちはこれからも自らが広告塔となり、メッセージを発信し続けます。皆さんは何をどうやって発信しますか？ありがとうございました。